産経新聞の石橋と申します、はい、衆院選についてお伺いいたします、はい、各選挙区で維新自民公明の候補者がそれぞれで揃った状況ですけれども、はい、現状どのように戦っていくのかということを教えてください。はい、こう申し上げるまでもなく、もういろんなところで報道や公表されて、ますので、もういよいよ公示も目の前ですから、各党候補者や体制が固まってきたところかと思います。だどういう体制になっても我々としてはまず我々の訴えることと候補者が全力で活動して有権者の信頼を得ていくこと、これに尽きると思いますので、毎回申し上げてるんですけど、大変厳しい戦いだと、全選挙区大変厳しい戦いだと思いますから、これは大阪に限らず全力で、所属の党員全員が全力で主張していきたいと思います。政策のマニフェストも発表されてまして、で吉村大阪総支部代表の方からも政治と金の問題と、あとは若年世代の可処分所得を増やすという大きな争点ですね、主張の軸というのはおっしゃってましたし、私も感覚として一緒です。これはもう政治と金の問題っていうところは今国民の多くが疑念を持っていると思いますので、どの政党が一番正しい主張をしているのか、我々としては議員の身分を律して、あり方をしっかり律して、お金の問題については厳しく対応していくというのが維新だと。もう100点満点ではないと思うんですが、よりマシなというかですね、それでもきっちり団体から距離を置いて報酬を厳しく削減しながら、政治家の身分というものはどういうものかというのを突き詰めて議論して覚悟を示してきたというこの維新だからこそ、政治と金については全員がしっかり主張していきたいと覚悟を持ってと思います。でもう一つがやっぱり若年世代の可処分所得を増やす、これは僕は社会保障制度のあり方にもかかってくると思いますし、この辺は多くの方がやっぱりここは疑問と課題に感じているところだと思いますので、ここについて維新の政策を訴えていきたいと思います。合わせて大阪では僕らがやってきた改革っていうのも今一度しっかり訴えていかないと、ともすれば他の政党があたかも今までずっとやってましたみたいに言われたら、これはもうたまったもんじゃないので、僕らがやってきた実績と成果っていうのは、これは我々の市民の皆さんと進めてきた実績と成果なんですというところも合わせてしっかり訴えていきたいと思います。以上です。従前からですね、厳しい選挙だというふうに幹事長もおっしゃってるんですが、その、ゆえんといいますか、いろいろ刷新プロジェクトチームとかでも分析されてるかと思うんですけれども、改めて、そのあたりをお聞かせいただきたい。特段この選挙に関して世論調査をした数字を持って厳しいと言ってるわけではなくて、この間今おっしゃられた通り刷新チーム等でも調査もしてますし、多くの方が今維新の会が飛ぶ鳥を落とす勢いだねと思ってるわけではないじゃないですか。非常に多くの今逆風にあるっていうのは、これは僕ら以外にも有権者の皆さんからもご心配のお声を寄せていただいているところです。それはもちろん一人に我々に問題があることはもちろん分かっていますが、だからこそ今一度私たちは何を訴えてどこに向かっていくのかっていうのを全党員が認識した上で、街中でマイクを握って有権者に主張していくというこの姿勢が重要だと思っています。刷新チーム等でこの間も議論をしてきましたが、非常に厳しい状況だと認識した上で、もう油断した方が負けです。藤田幹事長もよく言ってますけど、思いの強い方が勝つ、もう最後のその一瞬まで気を抜かずに全力でやりきるというところに集中していきたいと思います。少し